女優の森川葵が新型コロナウイルスに感染したことが11日分かった。所属事務所の公式サイトで発表された。森川は9日に発熱の症状が見られたため同日 PCR 検査を受験。翌10日に陽性が確認された。現在は平熱に戻り、保健所の指示のもと自宅で療養している。同事務所によると、レギュラー出演する日本テレビ系それって実際どうなのか、水曜午11時59分は今週予定されている番組収録を欠席する。 NHK E テレ太田光のつぶやき英語木曜午10時55分に関しては直近の撮影がないため放送に影響はないという。